はい、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。はい、音声娘やっていきたいと思います。前回の動画からですね、地道に、キャリアを積み上げまして、今、ランク16です。で、ユニットがあって、ユニットがですね、まあ3ユニット。巡業を見てみると、全部で5ユニット組めるんですが、今3ユニット解放されております。ランク10、デフォルトでは、1番のユニット。1ユニットのみで、ランク10になると2、3のユニットが解放され、そしてですね、今ランク16なんですが、20になると4、5のユニットが解放されます。でですね、ひとまずと温泉地を回っていってるんですが、今東北が解放されて、1番有馬風花はじめとするメンバーが福島へ、3番が誰だったっけ、ひとまず移動させましょう。今ですね、宮城県の橋にの半島におります。それじゃあレッツゴー、よろしくね勇者さん。これでお仕事終わりですね。はい、2番が誰だったっけ。おっと、イカホにやってまいりました。帰宅します。このメンツは、で、風花をはじめとするメンツが、巡業で、これですね、会津若松市の、東山温泉ですね。会津若松の市街地の東にある、まあ、谷間の山に入ったところの温泉地でして、まあ、去年、夏に会津若松に行ったんですが、その時に、まあ、巡回バスというのを、巡回バスと言いますか、まあ、観光用の一周、観光地、会津若松市内の観光地を回れるバスがあって、そこの、まあ、経路として、東山温泉がありました。非常に、まあ、ひなびた場所というか、狭い空間に、の川沿いに温泉が建っているところですね。さてですね、温泉地はどこにあるんだろう。喜多方も、喜多方といったら喜多方ラーメン、西会津。この辺、西側は新潟県ですね。唐のへつりとかあるな、この辺は。この辺にも温泉なかったっけ？尾瀬のあたりにも。ないのか。ありそうなんだけどな。福島広いですからね。浜通り、中通り、そして会津。まあ、大きく分けて3つに分かれます。これ、猪苗代湖ですね。猪苗代温泉ってないのかな？この辺にも温泉、ここに温泉あった。ここも温泉あって。今、高速道路が通ってます。あ、ギリギリ行けないか。ひとまず、猪苗代に行きましょう。
はい。もちろん見ます。いつも見てますよ。というわけで、最近は、毎日これを立ち上げてますね。で、初めて、ここの営業で、今は営業ポイントないんですが、これが秋七子だったかな。宮城県の温泉娘だったと思います。ダベさが特徴ですね。何だったっけ。ライブやろう。SSR がありまあり、風花と白浜。和歌山県の白浜ちゃんですね。白浜ちゃんと、下の名前よく、覚えてる音声娘って実は少ないんで、ごまかす。さあ、道後泉が来ました。リーダーですからね、スプリングスの。あ、ちょっとこれ、簡単に勝てそうだな。さあ、ビューティーアップの上下立花です。ああ、しかし、負けてる。巻き返せ、センターの草津。いけ、なんとか勝ちました。さあ、一気に攻撃力。白浜ほなみって言うんだ、これ。海沿いらしい。お嬢様なんだ。白浜って言ったらやっぱりあれですよね、アドベンチャーワールドですよね。これとどめをさせない。お嬢様だ、道後泉。おっと、しかし相手の箱根しか持ってないんだ。これはちょっとやばい。ああ、しかしギリギリ勝った。倒し、風花を出すことなく倒しましたね。道後泉、やっぱりいいですね。帽子のお嬢様は。こういうこと言われると嬉しいですよね。やっぱり風花だな。さて、どうするかな、この2番のユニットを。どこにやるんだったっけ。はい、さて、お達しが来てますね。おっと、ファンが1800人。ゲットでしました。秋保温泉で巡業すると、この、秋保七子がもらえます。で、今ですね、ちょうどいるんですが、まだ女川町の南の半島なんで遠いです。非常に遠い。仙台市のこっち側にあるから、こんなとこです。で、北に桜並温泉っていうのが多分あるはずなんだけどな。桜並にも温泉娘がおります。ここも、これだ。これが桜並の温泉だと思われます。そうですね、桜並の温泉ということで、いろんな属性がアップできるんですね。だからどんどん回っていくべき。さて、この2番をどこにやるかですよね。どうするんだったっけ。ユニット編成を組みたい。
おすすめ編成に変更する。ちょっとパワーアップできるのかな。湯河原が加わりました。結構レベルを上げたり、風化の、特訓をしてランクアップをしたりしてます。風化はですね、今もう風化の話ばっかりしてますが、あれ？ああ、特技が上げきってるから、上げられないんですよね。そして、センターの草津も、続きます。ちょっとお金が足りるかな？やばいな、移動できなくなるかもしれない。しかし、無理をしても、やっぱり特技ですね、力より。特技があると、特技が上がると、いいとこに行きやすい。さあどこへ行くかな、巡業な。今行けるのは福島と宮城か。宮城行ってもどうせ南東部に追い合えるように決まってるんで、ちょっと千葉行きましょう。よし、みんなで巡業頑張ろう。何かあったらいつでも言ってね。で、この3番をおっと。歌合戦やりましょう。最近負けまくってるんですけど、歌合戦なんですが、このように、いやー強くなってきましたね。相手がこちらはそんなに強くなってない。第一 SSR3 人揃えてますからね。やっぱりクラスの力はかなわない。ではあえて SSR に挑戦することでポイントを稼ぎます。3ユニットで戦います。今あるユニット数で戦うってことですね。で、まあ当然のごとく全部負けました。で、そうすると上のメンバーと戦えば戦うほど、このライブポイントがアップいたします。だからもう、あ、上と戦った方がいいですね。今結構人が SSR 集めてる人が多いんで、なかなか勝てなくなっております。あとですね、気になるのは巡業で、関東が全部クリアして、東北がいたんですけど、本当なら別の地区、中部とかを選択できれば嬉しかったなと。本当は近畿早く行きたいんですが、なかなかいつ行けるのかわからないっていうのがありますよね。そう、温泉娘は今8月の7日なんですが、4日がお渡し会、5日がまあラジオの登録とライブで北海道に、主力メンバーのスプリングスらが行ってましたね。で、そこでですね、いろいろ、正直、総選挙の結果がまだ出てないのに、ソロデビューさせるっていうのはどうかなと思うんですが、道後泉と、東京都の大手町、最近、売り出し中の楠木ともりですね。ここもなんかどうかなと思うんですが、が、ソロシングルデビュー。総選挙の結果が決まる前に、ねえ、出しちゃうっていうのはどうなのかなと思いますね。まだ投票終わってないわけですし、ですね。
その大手町楠の木智美に関してはですね、総選挙で選ばれた場合、多分主力ユニットじゃない方なんですけど、選ばれた場合、もう一曲シングルが出せた上にし、シークレットライブということで、正直どうなのかな、金の匂いがしてくるなっていうのはすごく感じちゃいますよね。あとですね、温泉娘の話題としては、ここ香取神宮ですね。さてと移動開始。お金大丈夫かな。多古町があったり、旭市があったり、どこだったっけな、温泉地。わかりました。これは勝てるでしょ。ここでですね、まあサポート娘の選択をするんですが、勝てる場合は、最近ログインした人間を選択したいと思います。風花か。なるべく風花を集めたいんですが、それにこだわらなくてもいい。10時間。どうなんかな。一方、不利な場合はとにかく、時間は関係なく、能力を高い、一番上の、ゆざめさんみたいな、温泉娘をサポートとして選択したいです。今回は3分のメグさんを、選択したいと思います。あきうなこだ。わかる。やばいな、ちょっと。さあ、銀山対決。頑張れ、勝った。同じ音声娘がバトルすることもあるんですよね。来た。ここは耐え時だ。おっと、能力アップ。お、相手の風花にスキルがなかったことは幸いしました。こちらが風花だ。こちらの風花はスキル持ってましたね。非常に有利。これは有利だ。いけ。で、10曲目まであって、10曲目決着がつかない場合は、この上の、数値が有利な、押しているものがあります。下にサイリウムがありまして、そのサイリウムの棒が、まあ私どこピンクの方なんですが、サイリウムの棒が多い方が有利と。ああ、これはやばい。圧倒されている。こいつ強いな。あ、でもほとんど、シーツがまたかよ。同じですね、結果的には。同じ組み合わせだったら同じ結果になる。おっと、有馬対決。しかし、こちらの方がスキルが持ってるから絶対有利。おっと、しかしそんなに差はなかったんだ。意外や意外。こちら有馬そんなに強くないのか。相手がのみか。さあ、能力は？しかし、スキルは発揮できたけれども、こちらの方が上だった。さあ、最後の10曲目ですね。これは勝てるでしょう。はい。押し切るかな？まあ、押し切っていう意味ないんだけどな。来たー。ありがとうございます。これでファン数が増えました。申請します。
まだ3人とも全巡業中か。今体力15だからな。とどめ刺しちゃおう。まあ札幌の話に戻すと、札幌では3人のユニットが結成されました。ですね、ちょっと温泉地は忘れたんですが、全員覚えてるわけじゃないんですが、声優で言うと、大坪優香、伊沢美香子、小野崎の3人で、小野崎は北海道定山系っていうのは記憶してるんですが、他の2人がいまいち分かってない。この3人の特徴は、胸が大きいことです。非常に大きい。特に大坪優香はすごいです。ということで、わざわざこの3人を挙げたということは、狙ってるなという感じはしますね。あと、まあ、小野崎にとってもですね、小野崎さんと呼んだ方がいいかな。難しいな。あくまで公共の場だからな。まあいいや。ひとまずは、その人の前ではもちろんさん付けをしないといけないですけど、あくまでその、とか、あと、まあ、イベントに参加したりしたときはさん付けしないといけないですけど、そうでなく、動画を撮ってる状態なので、一方的なんで、一応、まあ、公人ということで、継承は略させていただきます。まあ、小野崎さん、小野崎、は、言わず、ずっと教えた、某ケモフレの新井さんなんですが、ちょっとケモフレの展開が怪しくなってきてるなっていうのは。まあ、動物ビスケッツ、アルバムだったっけな。まあ、曲を出すんですけど、まあ、どこまで、展開できるのかなっていうのがあるんで、まあ、音声娘の方がまだ、規模は小さいんですけど、このユニットを組んどくと、まあ、3人ほとも、つながりがあんまり、今までなかったんですが、やっぱり人脈が広がるんで、今後の活動に期待したいですよね。あと、伊沢美香子も結構、最近出てきて、あんまりアニメに出てないんですが、アクアスの諏訪奈々香とラジオ番組やってるのが印象深いなっていうのはあるんですけど、その、伊沢美香子も、一応、それで名前を知られると、知られるチャンスじゃないかなとは、思います。まあ、そういうことは、さておき。もう一つ話すことがあるんですが、温泉娘関連は、後にして、巡業中が出てまいりましたので、そちらを行ってみましょう。まずは風花です。あれ、何やってんだ、俺。いや、別にライブはやらない。あれ？あ、ごめん、巡業中だったんだ。あれ？巡業終わったと勘違いしてた。
誰だったっけ？ってわけで。今、香取市なんですけど、横芝、島津屋、笹井、じゃあ、銚子の方ですね。銚子の方に行ってみるか。確か、千葉県どっかに温泉があったんですけどね。まあいいや。多分さっき言ってきた、嬉野ですよね。多分嬉野だったんじゃないかな。今1182か。移動できないかもしれないよな。あ、なんとかギリギリ移動できた。どんどん秋保温泉に近づいているはず。今、石巻あたりですね。この川が旧北上川。ここで新北上川と、分岐いたします。で、ここで石巻市街に流れ込むのが、新北上川、旧北上川か、です。さてですね、ちょっと待った。もう一回。相手強いな。もう、ゆざめさん投入しましょう。声がいいよな。うわー、やばい。やばい。あ、でもそんなにダメージは食らわなかった。さあ、お互いが、こっちは二つだが、向こうはセンターだからな。あ、しかし勝ちました。あ、助っ人か、一気に。さ、これ、とどめを刺したいが、チャンスですね。透明させるか？行きました。勝ちました。まあ、こういう風にしてライブで、戦って、でもあんまり負けてもダメージはないです。さあ、これランクアップです。体力の上限がアップしたり、貯金箱の料金がアップします。まあ、特にライフが大きいですね。ライフが高まれば、行動してライブができる回数も増えますからね。さ、とか言ってるうちに、風花ちゃんの方が、行きました。これ毎回そうなんで、じゃあ主力ユニットですね。ひとまず、出発させましょう。でもお金があまりないんだよな。やばいな、ちょっと。27、ギリギリですね。うん、そうですね。さて、こうするともう、営業じゃない。従業で稼がないといけない感じです。よーし。相手強いな、これ。リセットしてもどうせ選ぶ相手って一緒ですからね。強いのがよっぽどいない限りは厳しいな。リンカーちゃんがいるんだけど。まあ、やるしかないよね。スキップします。意外、2曲目で決着はつけた。スキルをどんどんつけていってるからかな。
し頑張って遠くまで行ってみようか。遠くまで行くにはお金が欲しい。しかし、まあお金がない。やばいな。友達を方を、贈り物が欲しいんですけどね。参加してるのか。少しずつ能力を上げてるんですが、やっぱりクラスがね、低いんで限界がありますね。そうか、よく考えりゃ、SS2 人やるのは無駄か。全スもちろん全スキップ。次は任せたるからな。まあ、あんまり。ユニット編成で、風化を、そうだな、まあ、誰でもいいから入れ直そう。それで、ここの黒川を下ろして、風化を入れるでいいのかな。そうすることでユニットさんは風化が投入される。絹川を、他はレベル1なんで、一応これで最強のユニットですよね。これお金がいるんですよね。だから今強化ができないというジレンマが。今不正行為がどうも横行してるみたいですね。アイテムを入手してなんか強化を早めに測ったりしてるみたいです。まあそんなことしません。また基本は課金はしませんので、ただですね、ライブには行きたいな。これで入れ替えられるんだ。ちょっと分けましょう。風化と白浜、両方あるのはちょっとまずい。バランスを取らないといけないような気がするんで。ちょっと強化しました。あ、お金をちょっと稼いだけど、移動するのに使わないといけないからな。いい子、もう、はい。
撫でてあげることもできます。例えば頭を撫でて、まあこんな反応を、示してくれます。なんかラブプラスエブリっていうのをが今月出るんで考えてたんですが、ちょっとラブプラスエブリをまではしなくてもこれでいいかなって思ったりします。ちょっとデレデレです。何をしようとしたっけ。今ですね、やっぱり有馬風花が1段階上げて40にしております。一応 CV とデザイナーかな、キャラ原案って書いてるけど、デザイナーでいいんだよな。あ、特徴とかもありますね、プロフィーの。霊感が強い子です。と、運動は苦手。ね、あくまでこれ、神様、精霊なので、年齢設定はありません。こんな感じで。すごいな。ちょっと怖い言い方ですね。ちょっと怖い感じがですね。やっぱり、ね。可愛いけど、ちょっと、なんか、闇というか、まあ、狂気と呼んでるんですが、そういうボイスが、魅力ですね。こんな感じで、全体像を見ることができます。どうするか。そう、有馬風花で思い出したけど、10月に神戸で、10月28日だったかな、温泉娘、神戸でライブがあります。出てくるのが、まあ、有馬温泉は、姉妹になってるんで、唯一姉妹になってるんで、この風花と姉の凛花、の中の人の、桑原祐希、元宮かなか、姉が、ですね。で、さらに、城崎温泉の、温泉娘も出てまいりまして、これが来年解散が決まっているウェイクアップガールズの山下七海、徳島の出身なんですが、まあそれ言ったら出身県と、中野市の出身県とみんな違ってますから、兵庫出身の声優さんいないですが、当ててるわけじゃないから、その辺は、まあ、一部一致してたり、ゆえんの声優さん起用したりっていうのはあるんですけど、まあ、この3人に関しては、いずれも兵庫県出身者では、ありません。で、もう一人ですね、誰だったっけな、名前忘れたんですけど、
その人がまだ役名が決まってないんですけど、音声娘になる。まあ、この10月のライブで発表するのか、それとも、その前に決定するのか、というのが、謎ではあるんですが、果たしてどの音声娘になるんでしょうね。結構今まで音声娘は2人、中の人は変わっております。中の人は変わってる場合、同じ事務所の人が代わりを務めているはずでだったと思いますね。なので新しい音声娘なのか、その中の人は降板して、別の人になるのかというのがどちらもあり得るかもしれないです。これが札幌でやったイベントですね。なんか札幌は涼しかったみたいで、東京に参加者が東京に戻るとすごい暑いとかいう話をツイッターで見ましたね。自己紹介は自分で、早くメイドラゴンデッキを作りたいって書いてますが、メイドラゴンの取る役が中の人なんですけど、まあメインヒロインですね。で、他にですね、銀山温泉の長縄マリアと、あれこれ話したっけな、前に。草津結菜役センターの高田裕樹が、この音声娘に参戦してて、この3人はすでに、娘としてゲットしております。で、もう一人音声娘に参加してるんだけど、まだカードを取ってないのが、どこだったっけな？新潟だったっけな？新潟じゃなかったかな？野沢だったっけな？なんとか倉だったな。いい倉だったっけな。で、これがですね、違うわ。これ行ったわ。新潟県の十日町市にある、十日町市合併されたところの、温泉地が、石原香織。翔太くんという、まあ、小さい、小学5年生の、男の子が、をやってる役があって、一応、音声無線選ばれてるんだけど、カードをまだ見つけることができないっていう状態です。新潟県が開票されたら、ちょっと行ってみますかね。もしかしたら、カードをゲットできるかもしれない。で、これを4人が揃えば、メイドラゴンデッキが作れます。それを作って、巡業とか回りたいと思いますので。まあ、きっかけはこの中の人、桑原裕樹さんなんですよね。この人が、まあ、有馬風花をやってるから、まあ、ゲームをやってるという。すごくなんだろうな。最近はすごく、声優さんナチュラル演技を求められると思うんですけど、の人は癖があるんですけど、すごくなんだろうな、清涼感というか、
まっすぐな、演技をしてきて、かつさっき の、 あの幽霊みたいに狂気というか、含みを持たせてくるっていうところがいいですね。安定した演技をする声優さんです。で、非常に、ファンの対応もよく、ガチ連といいますか、ファンがすごくプレゼントを送ることが多いです。まあそういう意味ではあまりアニメには出てこない、まあもっと出てこない人はいるんですが、人気の声優さんで、今一押しですね。なんで、この音声娘を始めた次第です。しかしたら神戸に行くかもしれないです。さて、戻りましょう。ですね、ちょっとどうするかな。移動させたいな。移動しないといけないんだけど、調子の端まで移動しました。犬吠埼のあたりですね。これエリア報酬でエリアとして、こっちが犬吠埼かもしれない。で、この人はもうひたすら秋湯に行くしかない。まだ東松島なのか。結構エリア広いんですよね。こっちかな、松島の方へ向かいます。こっちが表向きに近いんですけど、おそらく海岸線を渡ることはできない。あ、やっぱりここ移動できないんだ。正解でした。さて、こう言ってるうちに、風花ちゃんの方が移動完了しました。500をゲットです。で、ここは移動させないかな。温泉地がある、移動したい。しかし移動でききれるか。移動しましょう。あ、できるじゃないかな。行きましょう。なんとか移動できた。ライブ行きましょう。勝てるでしょう、これは。まあ、悪くはないな。さあ、草津ゆいな。強い、さすがセンター。一発でとどめを刺しました。強いセンター、強い。さあ、ファンを増やしました。
これなんか無邪気な可愛さがいいですね。さあ、巡業完了です。さあ、これでお金を手に入れました。さあ、リフからどこまで移動できるんだろう。まあ、移動させましょう。リフのとこまで移動できるか。お金がほんとギリギリです。これでもう仙台越えれば、この辺だったんじゃない、ここですね。ここに行けば秋保七子を解放できるはず。勝てたりして下手すりゃ、まあ、これでですね、ユニットを、分割してるんで、さあどうだ ?2 勝した。久しぶりの勝利です。これは嬉しい。もう完全勝利ではないですね。さあ、101人。これ、100以内に入るともらえるんで、最後のちょっとペースで飛ばしていきましょう。このまま行きましょう。今回も勝ちました。おっと、結構2連勝したから、ポイントは稼いだ。51位まで急に上げてきました。これもう有馬で一気に攻めましょう。これも勝てたりして、あ、今回は負けた。甘くはなかったです。あっと。10ポイントしか得られなかった。51は変わらず。チケット一気ついて勝負に出ますね。あ、でもこれは負けそう。まあ当然3連敗ですね。これで47位上がった。これすれば100位は大丈夫な予感はするんだけど、100位ってどうだったっけ ?98 位で149ポイント。そうですね、いける可能性が高い。ちょい3万ポイントとか言ってますからね。なんかそういう構ってほしいっていうとこはあるんですよね。いいわ。すごい悪びれないんですよね。切れたりもしないし。
まあどうかな、どうしよう、ちょっとやれることがなくなってきたな。お金もないしね、ここまでに しましょう。まあメインストーリーだけやるっていうのもありだとは思うんですが、ひとまずここまでにしたいと思います。はい、温泉娘もだんだんですね、まあ今110人以上いてスケールが大きくなっています。そしてこのように、あの場所を移動しながらその場所のことを知れるのがいいとは思うんですけど、イベントストーリーなんかもあるみたいですけど、そこでその地域のことを知れればすごくいいなとは、思います。まあ押してるコンテンツなんで期待してみたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。